今節のサブタイトルはマクリキング決定戦ですが、シリーズオープニングカードはまずはイン逃げでのスタートとなりました。開催主力の小島 G2 モーターボート大賞、睡眠場を迎えるカードは第2レースの予選競争です。1号艇には黒柳弘隆、2号艇には藤原葵、3号艇には中村明友、4号艇山田優也、5号艇には長島牧、6号艇湯川浩二、以上6選手の対戦です。前付けでコースを動いてくる6号艇湯川ではありましたが、3号艇中村ブロックです。これで1、2、3、6、ダッシュ4号、スタート展示同様の並び、進入スタイルとなりました。枠を称しましたこのレース、人気の中心1号艇の黒柳、イン2構えて2コース2号艇地元の藤原葵、3コースが3号艇の中村、4コースギアケースの交換を行ってきた6号艇の湯川です。そして本番も5コースの角を選択、4号艇の山田、オレンジプレートモーター66号機を手にして5カード、サイアウト5号艇の長島です。進入スタイルはスロー4艇、かましが2艇、スタートまで残り10秒となります。第2レースは予選競争です。インコースから1番、2番、3番、6番、アウト4番、5番です。1秒前スタートとした2コースからコースアウト2号艇藤原、5カードから4号艇山田、一緒の1枠、インクの証券に来る1号艇の黒柳、2号艇藤原、刺すまくる3号艇の中村、外続く4号艇山田、切り込んで6号艇の湯川、5号艇中島、向こう攻めに入りました。絞り込む先頭1号艇黒柳、2番手制6号艇3号艇2号艇、去って固まったその後方5号艇中島、最後方4号艇山田、一緒にマークの世界、スタートは正常、リバットしか抵抗する6号艇湯川、盛り込んで5号艇中島、接近中2点回し差し返す3号艇中村、握っていったのが2号艇の藤原、ホームに移りました。まだまだ2番手争い、5号艇3号艇6号艇インコース、5号艇中島、アウトコース6号艇湯川、真ん中通っては3号艇の中村、5番手チャンスのか2号艇の藤原、レースは2周目と競りました。くるりと5号艇中島、差し切り3号艇の中村、切り込んで2番手しか6号艇の湯川、くるっと2号艇の藤原、向こう正面です。2番手争い、3号艇5号艇の接戦模様も判定し、優勢3号艇の中村、アウトコース5号艇の中島、しか6号艇湯川接近中、レースを2周にマークロトーン、まだまだ激戦モードは2番手3番手は3号艇の中村、全速旋回5号艇中島、ちょっぴり膨らんでくるっと6号艇以下はホームに移りました。2番手は3号艇中村、3番手5号艇6号艇接戦模様もアウトコースリードに停進5号艇中島、上手明けは135、5番手5号艇以下開いて2号艇藤原、最高峰4号艇の山田、レースは差し締める1コーナー、先頭1号艇黒柳、2番手は3号艇の中村、3番手5号艇の人がくるっと困りを応戦、6号艇以下はもうちょっとなんです。3番手かおりてしのいで5号艇の長島巻、上田家は135、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。1台前半から踏ん張りました。先頭1号艇の黒柳、2番手は3号艇の中村、3番手5号艇長島、取り切って3連単135は 67.2 倍です。先頭1番黒柳ゴール、2着3番中村、3着5番の長島ゴール、6番湯川、2番藤原、ラストは4番山田がゴール。以上、小島第2レースでした。